したイチゴだが、息つく間もなく行くぜ。わーい、やっと着いたね、ケイちゃん。ああ、あまり俺から離れんなよ、ヤチル。さてと、あの野郎はどこだ。面白い、どけ。Yeah.
そうだ。やれやれ、久しぶりにやってみるか、剣道ってのよ。まあ寝起きの運動くらいにはなるだろうぜ。へっ、名は何だ死神。11番隊隊長ザラキケンパチ。クイントエスパーだ、ノイトラジルガだ。なんだ？それが全力か？随分と軽い剣だな、死神。俺のイエローは歴代全エスパーが最高高度だ。やれやれ、久しぶりにやってみるか、剣道ってのよ。終わりだぜ死神。フッ。何が終わりだ、こっからだ、楽しいとこはよ。さあ始めようぜエスパーだ。どうもようやく慣れてきたみてえだな、てめえの硬さに。よ、慣れたか。そのままで祈りを切れるってのか。最近チーッとなまってたもんだよ、加減を忘れちまってたみてえ。ありがとう、おかげでいい刀らしになったぜ。ではこの剣で返させてくれ。俺の方が切ってる、奴の方が血を流してる。なのにこいつは切っても切っても切り返してくれない。俺が最強、最強だ。目障りなんだよ、さっさと死ね。そうか、剣って片手で振るより両手で振った方が強いんだぞよ。そんなもん分かりきってんだろうが。知らねえだろう、どのくらい強さが違うのか。バカな、目障りなんだろ。なんだてめえのその眼帯は。風だよ、俺はこの眼帯で冷圧に封をして抑え込んでんだ。戦いをじっくり味わうためにだ。久しぶりだぜ、冷圧で刃が尖れてくみてえな、こういう感覚はよ。そうかよ、だったら切ってみろ、その尖れた刃ってやつでよ。楽しかったぜノイトラ。
こんなもんでしまいか。